京都アニメーションのスタジオに放火し36人を殺害したなどの罪に問われている青葉真司被告の裁判昨日の弁護側による被告人質問で青葉被告は事件のおよそ1ヶ月前に埼玉県の大宮駅で無差別殺人事件を起こそうとしていたことを明かしました理由については大きな事件を起こさないと警察の公安部の監視や 京アニが作品をパクるのをやめないのではないかと思ったなどとし、京アニ側に対して作品の盗用が無差別殺人につながったと分からせる狙いがあったと主張しました。また、秋葉原での殺傷事件を参考に刃物を6本購入して大宮駅に向かいましたが、人が少なかったため、この密集度では誰かを刺してもすぐに逃げられ、大事件にならないと思ったと実行しなかった理由を話しました。 きょうからは検察側の被告人質問が行われます。